どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの推しに火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、今回なんですけども、中野にありますタイ屋台999中野店さんに来ております。こちらですね、まあ一見ね、このタイ料理のお店なんですけれども、普段ね、そのタイ料理とは言ってもタイ屋台料理になります。ちょっとね、こだわりがあるんですけども、どうやら話を聞くとタイ料理とタイ屋台料理というものは微妙に違うものがあります。まあ詳しい詳細はですね、ちょっとブログの方で語っております。ざっくり話すと、使ってる食材とか調味料とか、そういったものがざっくり変わってくるそうです。で、今回挑戦するわけですけども、ガパオライスになっていきます。通常より、ワンランク上の激辛仕様に、ちょっとね、辛い仕様に、今回挑戦していきたいかなと思います。それでは、今回もですね、いつものように行った人の感想を見ていきましょう。今や4ちゃんで中野のタイ料理屋で、激辛対決やってるけど、気になったのは店の名前、タイ屋台999。999をカオカオカオって呼んでるけど、9ってタイ語でガオの方が近いよ。だからガオガオガオだと思う。なるほどね。そういうことらしいです。はい。うん。ちょっとよくわかんないですけど。はい、続いて。超激辛パッキーマオ、マックス辛。登場する否や煙で目と鼻が痛い。さっきね、ちょっと店舗ね、中入った時に、確かに香辛料でフッつってね、ちょ花粉症かなと思ったらね、香辛料の刺激で思わずくしゃみが出る、そんなね、刺激の溢れるお店でございます。それでは早速今回も激辛バトルしていきましょう。レッツゴー。ガパオライス。いただきます。さあ、タイ屋台999さんのガパオライス、辛さ増し、お手並み拝見です。さあ、最高ですね。このニンニクの香りに、唐辛子の辛みピリッと効いております。これはうまい、美味しいですね。これ唐辛子はプリッキーノを8本分使用しているということで、しっかりこう辛みがありますけども、美味しいですね。唐辛子の身を食べると口の中がこう刺激する。辛みがきつい方はこの卵が辛みを和らげてくれるんで。これはオアシス。卵が辛みを和らげてくれます。食欲が止まりません。さっき冒頭で話してましたけども、このタイ料理のガパオライスっていうのはオイスターソースがベースなんですけども、なんとこのタイ屋台料理はナンプラーベースといった感じの、ナンプラーベースですね。玉ねぎもシャキシャキで、これたまりませんな。唐辛子が辛いね。これプリッキーヌ、辛さの値を表すスコーピルチャー、5万から10万と言われておりますけど、ね、ただね、ハバネロよりはこう辛さの数値的には辛くないという味ですけど、調理の仕方でいろんなこう、ね、辛さがそれ以上に感じやすくなりますね。これね、結構辛いんですよ。というわけで、半分ほど食べ終えたところで、ここでおいからタイムといきましょう。卓上調味料が4つあります。左から、唐辛子、プリッキーヌですね。プリッキーヌを使った、唐辛子パウダー、これね、なんかね、粉にするとね、呼び名が変わるそうで、プリックトンと言われるものなんですけども、まあプリッキーヌと変わらないですね。はい。そしてお酢、ナンプラー、砂糖とこういった感じですけども、あまりにも辛いよっていう方はね、この砂糖でね、甘くして辛みを抑えることは可能ですけれども、はい。今回ね、激辛ジョニーですから、おいからといきましょう。このプリックポンを足していきましょう。これでも多分十分辛いですからね。はい。じゃあスープ1杯分としましょう。
スプーンについてはこれをちょっとひと舐めしてみましょう。ちょっとこれは入れすぎたかもしれないですね。これは辛い。細かく刻まれてた方がやっぱ辛さがよりこう細かなところまで体の芯まで教わってくるような感じですね。男に二言はないぞ。これも激辛修行だということで、さあ悪魔とかしたこのガパオライスを食べてみましょう。もう真っ赤ですかね。辛さ2倍ぐらいの増しますね。かわいい名前してるけど、プリックモンみたいな、ポケモンみたいな、とんでもないからさ。さあ、残りわずか、はい、この激辛ガパオ料理対決も、そろそろ終盤にやってまいりました。いきます。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。タイヤ台9993の、ガパオライス辛さ増し辛さレベル、じゃららら、こちら辛さレベル 7.5 です。はい、一応内訳としては、追い辛タイム前はまあそうですね、辛さレベル6とか 6.5 ぐらいなんですけども、さっきのね、プリックポンを足すことによって最後ね、まあ追い打ちをかけるように 7.5 といった割合になります。やはりね、このタイの激辛唐辛子プリッキーノを使った、辛さが、よりこう染みてました。本当に強烈な辛さなんですけれども、素材本来の旨味を失わないつつ、辛さも旨さ、旨味も、味わえる、そんな一品かなと思います。一応ね、ガパオライス以外にもね、タイ屋台料理、たくさんありますので、結構女性とか好きそうなメニューがいっぱいありますので、ぜひ、寄ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとツイッター、あの激辛ブログも更新してますので、ぜひ、チェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。